こんにちは坂井区キャンプコーチの柏瀬です今回は初心者に多いインステップキックができないというお悩みを改善するためのトレーニングを紹介します試合中では強いキックやロングボール強いシュートそういった時にインステップキックというのは多く使用されています初心者の方ですと イインサイドキックはできるけどインステップキックってなかなか難しくてできないという声をよく聞きますこのトレーニングでは親子で楽しみながら行うことで自然とインステップキックが蹴れるようになるかと思いますぜひ親子でチャレンジしてみてくださいはいそれでは早速やってみましょう親はボールを持ってボールを押さえますでこの時に膝,膝で ボールを支えてあげると衝撃もあまり来ないのでやってみてくださいはいで子どもはこの状態でインステップキックをやってみましょうこの時につま先はしっかり外側を向くことを意識してやってみてくださいで助走もまっすぐ前ではなくて少し斜めから入ってつま先は外側に向けてキック ちょうど靴ひもの結んであるような部分そこを狙って蹴ってみるっていうのを意識してやってみてください、はい、でもう一つのポイントとして今度は軸足軸足の部分のポイントの説明です軸足はボールの横にまず置くようにしてみてくださいボールの横に軸足は置きますでこの時に 膝がまっすぐ伸びた状態ではなく、膝を少し曲げた状態で踏み込むというのも意識してやってみてください。最後に、えー、下半身だけではボールは強く蹴れません。上半身をうまく使うことでボールは強く蹴れるようになります。そのため、右足で蹴るときは左手を振り上げてボールを蹴るようにやってみてください。 もうう。回いきましょう左手を振り上げる軸足は横で膝は少し曲げるはい、えー、今のように何度も反復練習をしてポイントをまず押さえてみてやってみてくださいできるようになってきたら距離を少し空けてこれくらいの距離でしっかりとインステップを蹴る練習をやってみます斜めから入って、 しっかり腕を振り上げて蹴る斜めから入ってしっかりとインステップで捉えてあげるはいえ。試合の中でロングキックやえ強いキックという時にインステップというのは非常に多く使われます反復練習をすることで必ずインステップ強いボール蹴れるようになるのでぜひ親子でチャレンジしてみてください